マッドリブ、マッドリブ、本名オーティス・ジャクソン、ジュニア、1973年10月24日帯は、アメリカのミュージシャン、音楽プロデューサー。カリフォルニア州オークランド生まれ、アメリカのアンダーグラウンドヒップホップ界で著名なプロデューサーである。マッドリブは、オークランドで生まれてすぐ、同じカリフォルニア州のオックスナードに移住した。家族全員がミュージシャンであったという。 マッドリブとして初めて仕事をしたのは1993年、ロサンゼルスにおいてザ・アルカホリクスの 21& オーバーという作品中の曲をプロデュースした時のことであった。プロデューサーとして有名になり始めたのは、ロサンゼルスを拠点に活動するヒップホップのインディーレーベル、ストーンズ・スロー・リコーズとの契約後の1999年、ルートパックのサウンドピーセズ。 ダーアンチドートをプロデュースしてからのことであった。翌2000年、同じく、ストーンズスローレコーズから梶本という名義でリリースしたザーンシーンは異彩を放った作品であった。ヘリウムガスで変調をかけられたラップは強烈な個性を際立たせることに成功し、定型のフォームからは逸脱したものであった。以来マッドリブをはじめ、梶本イエスタデイズニュークインテッド、DJ レルズ、 ヤングジャズレベルズとプロジェクトごとに名称を使い分けている。ジャズの若き反逆者たちというグループ名が物語っているように、ジャズもまたテーマの一つとして設定されている。2003年、マットリブはブルーノートレコードから全音源を預けられ、新たな視点からブルーノートを構築し直すことを試みた。それがブルーノート帝国への侵略という作品である。マットリブは 膨大な音源から主に、アンドリュー・ヒル、ボビー・ハッチャーソン、ホレス・シルバー、ウェイン・ショーダー、ハービー・ハンコック、ジーン・ハリス、ドナルド・バード、ロニー・フォスター、ルーベン・ウィルソン、ボビー・ハン・フリー等、新旧ミュージシャンの音源を抽出し、場合によっては、生演奏を全面的に重ねることによって全く、新しいバージョンへと転化させ、また時には、オリジナル音源を抽出し、 それらを組み合わせることで新たなブルーノートサウンドを再構築している。同2003年、マッドリブは2つの共同プロジェクトを発表した。1つ目、J ・ディラとの共同プロジェクトにおいて、彼らは J ・リブと名乗って、チャンピオンサウンドというアルバムを制作した。2つ目、ラッパーの MF ・ドゥームとの共同プロジェクトにおいて、彼らはマッドビリアンと名乗った。以降も、 断続的に共同プロジェクトを手掛けている。2010年、マットリブは、マットリブメディシン賞シというシリーズのアルバム集を制作するために、マットリブインベージョンというレーベルを発足させた。マットリブメディシン賞シが完結した後も、同レーベルからアルバムが発行され続けている。ビートコンダクタマインドフュージョン、マットリブメディシン賞シ、ありがとうございます。